皆さんこんにちは、佐藤美穂です。つるづるなるままに心の歌を歌っております。今回はしぐれ音は作詞中山新平作曲の矛を収めてを取り上げました。しぐれ音は利尻町靴形出身の詩人作詞家です。中山新平は多くの傑作と言われる童謡、流行歌、新民謡などを残した作曲家です。矛を収めてはテノール歌手藤原義江によって歌われ世に出ました。現在捕鯨基地としてのクジラの解体処理場は全国で5カ所ほどですが、詩が書かれた大正時代は日本各地で水揚げがされていたそうです。しぐれ音はの著書出船の港と利尻島の中で矛を収めてについて、この歌はクジラ捕りの歌だが、人々の青春から故郷の母に捧げる歌でもある。私はこの世で一番美しいものは母の愛だと思っている。どんなに世の中が変わっても母の愛の美しさは変わらないと記しています。それではお聴きください。Oh.